とにかく可愛いは、畑健二郎による日本の漫画。スタッフからは、とにかわと略されている。週刊少年サンデーにて、2018年12号から連載中。2021年6月時で、累計発行部数は340万部を突破している。恋愛を題材とした作品の多くが結ばれて、終わりとなるのに対し、本作は恋愛成就をスタートにして、 結婚してからの人生を二人で歩む、夫婦の愛情を描いている点が特徴である。同じ作者による、早手のごとくの登場人物と同一人物、または告示したキャラが時折登場しているほか、単行本カバー裏には、早手のごとくの三千人、ナギオルムズとナジャなどが登場する、おまけ漫画が掲載されている。2021年3月31日発売の、 週刊少年サンデー18号より新章の第2部に入っており、第2部開始から4週にわたってヒロインである司の過去を描く特別編が掲載され、その期間はタイトルがフライ m e イ t h e m o o n サブタイトルがとにかく可愛いに入れ替わっていた。その後は通常のタイトルと現代劇の続きに戻っている。成績優秀な主人公、吉崎星空は、 高校受験を控えた大雪の日に偶然道端で出会った少女、つくよみ氏に一目惚れする。ナサが彼女に声をかけようと道路を横断した際、トラックに轢かれてしまう。つかさは自らの身を呈してナサを助け、名前も告げずに去っていこうとするが、彼女のその姿に、かぐや姫を連想したナサは、事故で満身創痍の状態であるにもかかわらずつかさを追いかけ、そのまま告白をする。 司さが、結婚してくれるなら付き合うと返すと、ナサは即答で承諾する。その直後、ナサは気を失ってしまう。その後病室で目を覚ましたナサは、リハビリと勉強に打ち込み、退院後に一浪で高校に、トップ合格する。しかし、死のことが忘れられないナサは高校に行く気になれず、入学を辞退し、いつかまた死に会えることを期待して、人と出会える機会の多い接客や、 配達のバイトに明け暮れる。司さと再会できぬまま18歳になったある日、約束通り結婚するために司さがナサの自宅を訪れる。ナサと司さはその日のうちに結婚届を区役所に提出、本当の夫婦となった。結婚式のことなど特に考えず、その後に会った自分たちの友人、知人にしか結婚した事実を告げないという、 つつましくも初々しい新婚生活が始まった中、死のことを、姉様としたいナサとの結婚を認めないという鍵の寺、死とせがナサたちのもとに押しかけてきて、ナサはそのまま拉致され、鍵の時計へ連れられていく。そこから逃げ出すとき、ナサは鍵の時計に月の石が保管されているのを発見した。それから、ナサは、司と合流して、とりあえず逃げ出し、無事に帰宅した。 ナサとツカサはナサがもともと住んでいたアパートにてそのまま夫婦としての生活を送っていたが二人が住むには狭いため引っ越しを検討し始めた時ナサが自分の両親に結婚の報告をしていなかったことに気がつくナサの母は自分たち両親とツカサを合わせないと保証人にならないと言ってナサはツカサと共に半ば強制的に両親が住むならへと向かわされる 地と瀬にまとわり疲れながらも、無事にナサの両親との面会を果たしたナサとツカサだが、東京の自宅に戻ると、自宅のアパートが落雷によって発生した火災により、ほぼ全焼していた。そのためナサとツカサは、新たな家が見つかるまで、ナサの中学時代での同級生及び後輩である、アリス川姉妹の自宅にある離れに下宿することになる。アリス川姉妹に振り回されつつ、 新居が見つかるまでの一時的なものだが、新しい夫婦の生活が始まる。また、NASA は、中学時代の担任教師だった、竜直子先生と再会。何度か、柳先生と会ううちに、竜先生が結婚を決めたこと、ところが学校でやることになった ICT の授業が、全く手に負えず、結婚が伸び伸びになっていることを聞かされ、現在柳が教えているおとぎ女子校で、NASA、は、 ボランティアの講師をすることになった。NASA が担当することになった女子高生たちは自分たちと対して変わらない年齢である18歳にして既婚者である NASA とその妻である司に興味津々。生徒たちは NASA の下宿先である有津川家の銭湯にまでやってきてさらなる騒動を引き起こす。そんな中愛情にあふれた夫婦の些細な会話の中で つかさは、自分と、ナサが初めて出会った時に交わした時の話を、事故の大怪我の影響によりナサは半分しか、覚えていないことに気がつき、ありすがわけを出てしまう。さらに、自分の長年の理解者だった、つくよみときこが死去したことによりさらに気落ちしたつかさは、自分を探しに来たナサに対し、ナサが改めて自分の正体を知ったら、ナサが去っていくことになるであろうから怖いと、自ら、 別れを切り出す。だが、ナサは、自分の思いの竹をつかさにぶつけ、それを聞いたつかさも、本当は、離れたくないと、ナサに抱きつく。その時、ナサは、つかさと初対面の時の、失われていた記憶を取り戻した。それはつかさが、かぐや姫が残した薬、蓬来を与えられた結果、不老不死になって、約1400年も生きている人間だと自ら語った、こと。 そして、それを聞いてもなさは、それでも、死と結婚したい、普通の人間に戻りたいというつかさの願いを叶える、ためなら月にだって連れて行く、と言ったことだった。約千四百年前、竹鳥の沖縄が育てた、竹より生まれたという、かぐやという姫の見合い相手の話で、とは、持ちきりだったが、岩笠という男の一人娘はそんな話に、興味もなく、薬師として、 人々を助ける仕事に没頭していた。だが、かぐやが月に帰るという話が出てとがまた大騒ぎになっていた頃、娘は自分が病に侵され、立つことすらできなくなっていた。かぐやを迎えに月からやってきた軍勢を迎え撃つ兵の一人として、戦に参加していた岩がさは、無事に娘の元に戻ったが、その翌日娘の病はすっかり得ていた。その後、娘は、 自分がどんな怪我をしても瞬時に治ってしまうことに気がつく。家具屋が残した不老不死の薬を岩傘が娘に与えた結果だった。岩傘は処刑され、娘は不死者の肉を食らえばどんな病も治るのではと考えた、者たちに追われては帰り討ちにし、自殺を試みては失敗し、自分の名も忘れ、放浪するという生産な日々を過ごす。やがて月に向かって、 自分を普通の体に戻してほしいと、泣き叫んでいたところ、馬宿という政治家と出会い、娘の願いは自分か、自分の子孫がいつか叶える代わりに、自分が理想とする国づくりを手伝ってほしいと言われる。娘は馬宿より、死という新しい名を与えられ、行動を共にすることになる。ナサは、死の正体について思い出したが、それでもナサのつかさに対する思いは変わらず。 より絆を深くしたナサと、ツカサは、下宿先のアリス川家に戻ってくる。その後千歳が、ナサ宛の時子の衣装を届けに来た。そこには、多数の冗談とともに、ナサに、ツカサのことを託す言葉などが記されており、また、プレゼントとして5次元データストレージが、封入されていた。そして死に対しては、ツヤには出なくていい代わりに、冬に、自分の遺りを、 ナサと二人で散骨してほしいと書かれていた。ツヤの日にツカサはナサにトキコとの出会いなどについての話をする。第二次世界大戦直後、国外に行っていたツカサは日本に戻ってきたが、その時に孤児を拾ってトキコと名付け、育てるようになった。やがて成長したトキコは人類初の人工衛星が打ち上げられる前の段階で米ソの宇宙開発競争を予測。 また月へ行くには、メインフレームが必要になると正確に判断し、月に行きたいというつかさの願いを叶えるため、死の骨と財力で渡米して、技術を習得。やがて時子は、アポロ計画による人類の月面到達に大きく貢献した。だが月面ではツカサが期待していたようなものは何も、発見されず、家具屋の痕跡はなかった。絶望したつはしばらく山奥に引きこもっていたが、 そこにもトキコは足しげく通ってきた。やがて司はトキコの孫である歳と瀬戸の出会いなどをきっかけとして山を降り、ナサと出会うことになる。恋の幸はテレビアニメ版の声優。2020年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。2021年3月22日には全12話を収録したブルーレイボックスが発売され、 同年8月18日には OVA、とにかくかわいい SNS が発売された。湯崎つかさ役の鬼頭あかりと湯崎星空役の、えのきじゅんやによる、TV アニメ、とにかくかわいいつかさと星空のかわいい尊い、新婚ラジオ略して、とにラジ。が、おと泉にて2020年10月25日より、不定期配信。とにかくかわいい SNS に関するカテゴリー。 ありがとうございます。